おはようございます。はい、今回はね、新白これ東京フェストに出てたやつですね。これ私の木じゃないんですけど、はい、これから盆栽Q でね、はい、いろいろこうこの木なりに作っていこうかなって、そういう課題が与えられました。そうですね、Q さんから私が、まあ、購入して、いやこの木を選んだのは先生じゃないですか。そう、これは私が選んだんですけどね、はい、選んだ理由は、選んだ理由っていうのはまずこう模様ですよ。これだけの太さでこういう太くなっちゃうともうこういう模様つかないですから ね、まあ、そうですね、つけられない。それと、はい、ちょっとこれ普通出したら取っちゃうと思うんですけどね、これを生かしてこれも生かしていきたいなと思ってそれ作ってるんですよ。なるほど。ここ今2本枯れちゃってますけど、まあ、でもなんか使えるかなって。でも下は生かすと、それでここが枯れてもここで力強く生きてるなっていう、そういう木が作れたらいいかなと思ってね。いや、でこの木はですね、本当の荒木ですよ。はい、荒木って新しい木って、はい、荒木じゃなくて新しい木ってさ、畑からあげて鉢の中に入れて、何にも人の手入ってないです。シャリも入ってないし、はい、こういう荒木って言いますからね。こういう荒木はどういうふうに作っていったらいいかな。うん、我々ね、入った頃はね、こういう木ばっかりだった。なるほど。今大体シャリが入っていくらかも出来上がってる木が多いでしょ。そうですね。こういう木から作っていくのもね、一つの勉強かなと思いますよ。うんうんうん。ただこういう木を与えられた場合ね、何やっていいか分かんないと思います。どっから手をつけていいか、どっから手をつけていいか。まずね、私一番やるのは幹の掃除。掃除やってるとね、前はブラシでこう擦って皮剥がしてましたからね、はい、掃除やってるとこう幹筋っていうのが見えてきて、でどういうふうに作ろうかなって浮かんでいくんですよ、ただこれ見ただけで掃除しながらやっていけばどういうふうな熟練構想にしようかなって浮かんできますね、うん、今はブラシ使わないでもう新兵器ありますので、こう水鉄砲使っちゃう、水鉄砲使って掃除すると、うん、枝の剪定よりも先に幹洗って、先にこう洗ってきます、はい、そして次に枝を抜かない、うん、こういう細かいのから取りますけどね、はいはい、主要の枝はそのまま取っときます。でそこにシャリを入れます。こうシャリは木に教わっていく、はい、木に学べっていうのがあります。掃除して磨いて木目が出てきた、そしたら太い枝は残しとく、うん、シャリを先に入れてきます、丸幹のうちに、はい、それから何年かかけて板状に作っていきたいと思う。枝抜きより先にさ、シャリ用に、うん、枝抜き、シャリ、先やっちゃうとね、私は木の通りにシャリ入れてきますからね、はい、どこへ入るか分かんないんですよ。そうすると先に枝抜いちゃうと、はい、残ってる枝に入っちゃう可能性あるんで、うん、先に丸抜きのうちにシャリつけてきます、はい、そういう段取りでやっていきたいと思います。その後考えるって感じですかね。そう、樹形というか。ただね、こういう木っていうのはね、こう下の方はもう模様つかないですからね、これって言うとね、はいはい、上は動かせるけど、うん、こういう模様つかないんで、これはちょっと面白いかな、ちょっと変わった木かな、はい、でこれ見ると、これとこれ、これいらないかなっていう感じもしちゃいますけどね。流れを出すんですよ。じゃ左流れで考えてる。そしたらもうこれを取っちゃうんだったら、前やりました取り木でね、こう小さいのは作れる。ああ、いいですね。まあ、どこになるか分からないです。まだ分からない、はい、正面も決めないで切りますから、はい、まず掃除やります。掃除やります、はい、高圧洗浄機ですね。これは新兵器、はい、すごい威力ですよ。すごい威力でこうやって直接直角でやったやつに皮剥げちゃうからね、はい、すごい威力。ちょっと全然水分あったんでちょっと濡らしてきますんで、うん、じゃあ優しく、うん、これはね、はい、こうやってやっちゃダメですよ、うん、なんかこっちみんな飛んでっちゃうからこうやって、はいはいはい、下からこういうふうにやっていかないと。なるほど。大体ね、こうやってやっちゃうんですよね、うん、ついね。で、ついがみんなだじゃあ本格的にやってきます。
この色が出るまで、ここだ。うん、芋肌ってやつ。芋肌、さつまいもの肌ね、うん、はい。ここまで出るまでやります。これが一番下の皮ですからね。うんうん、これ3層ぐらいになってるのかな、今ね、はいはい。で、これを剥がしてきますから。ちょっとこの辺やりすぎちゃった。やりすぎちゃった。ちょっと顔見えて。これ白いの出てる、これちょっとやりすぎですかね。こういう細かいところは手なんですかね、結局。もう一回洗い屋だな、これで抜いてね。じゃあね、今度は細かい色、余分な枝抜いてきて、枝っていうか、はい、こういうの。まあ、多分使わないだろうと。うん。そこの最初はね。ね、面白いですよね。でもこう、トントントンだってここにあるのでね。こんな形でちょっと細かいの抜いてきますね。はい。枝の抜き方としてはこういう下垂れ下がってるのはこういうのいらないですから。下向きの枝ですね。うん、大体棚を揃えれば下を揃えてきます。はい。下を。でこう垂れ下がってるのを抜いてきます。で風が通るようにするのと針金が、ね、かけやすいようにするので、こう2本2本で枝を一部作っていきますんでね、はい、骨格が見えるようにしてますからね、はい、剪定と葉透かし、うん、葉透かしですね、うん、これ分かれ目にある余分な枝をこういうところに取っていきます。これが枝で、はい、こっちの枝と枝の間にこういう葉っぱが出てますから、うん、で葉透かし。これは結構途方もない作業ですね。うん、これね。これやんないとあの骨組み見えないですからね。そうですね。枝も切れないし。あ、これは大変な作業。すると、あの風通しよくするのと日当たりよくするためにはこういうの抜いていかないといけないですからね。これ徒長はどうするんですか、徒長の枝は。これはあの順番に短く切っちゃうか。短く切る可能性、うん、これ伸びすぎてますよね、うん、だいたいこの輪郭で作っていくと思うんですよね、はい、まずこの枝を整理していきましょう、うん、輪郭ここから出てる、これ下出てる、あ、下から出てる、これ、はい、これをこうやってやると下へ出てる枝ってあります、わかりますかね、はい、これ下向きの枝、これ外してきます。ずっといっぱい出てる、ここ周りにこうぐるぐるって葉っぱが出てますから、下へ出てる枝を取ります。あと上、うん、上もやるってこってきます。大体こう自然にできちゃったな、これ、うんうん、だからもうこっち先いらないですからね、はい、ここで切っちゃいます、はい、これで、でこの輪郭を取られる、そう、この輪郭で、これとかもちょっと出てるから、うん、これをあのちょっと分かんない場合はこの先端だけ摘みます。こんな感じになってますよね、うん、茶色からグリーンに変わっています、はい、これが伸びて長い枝になってきますんで、うん、これを摘みます。このグリーンとか、はい、これだいたい2つ葉っぱぐらい残せばいいんですよ、これ。ちょっとこんな感じになります、はいはい、でもうちょっとこうこの枝になってるんで、ここは軽めこう切りにして、はい、でこれとこれで作りますから、これはいりません、はい、これでも茶色くなってる枝のところを今の時期切ると、あの継ぎっぱになる可能性あるんですよね、うん、だから今切ったのはグリーンのところで切ってますから。なるほど。 これは継ぎっぱになる可能性はあります。これね、あの芽摘みの時やっていかないと、そうですね、これ切れなくなっちゃう、だんだん茶色に変わってきちゃうから、伸びちゃって、だから早いうちに ここはこの辺でグリーンの時に切っていかないと。芽摘みをねしとけば、これだと詰めるんだったらこう茶色のところで詰めるしかないですからね、
で早いうちにこの別に伸びる前 この時期に摘んでいけば枝が伸びないでちゃんとできていく、うん、私のやり方は、うん、ここであの杉っぱなっとするんでしょ、はい、大体こういう中から杉っぱなってきますからね、うん、でこれ芯がある杉っぱみんな取っちゃった、ああ。私は時期構わず取っちゃった、先端だけ残した、そう先端だけ残した、で治ってくるのは先端から治ってきますから、うん、まあ、その人によってやり方いろいろあると思うんですけど、成長時期のがいいですやっぱり、はい、春から夏秋にかけて、うん、そうすればあのこうこれ治ってきますよ、あ杉葉を治すね、大体ね、うん、4月ぐらいにやってね6月か7月にはねこう治ってきます先端が、うん、これ切っちゃうともうダメ、先端は残して他の木内側にある、例えばこう杉っぱだったらこういうの取っちゃっていいですから、うん、どっちみち こっちの杉っぱが落っこっちゃうんですよ、はい、なくなって、うん、で先端から治ってきますからね、うん、こうでこれはもっと早いうちだったらここのクリーンのところで切っとく、はい、これが芯ですからね、これ、はい、こう短いうちにこういう作業やっていけば、うん、この茶色と今回こう長くならないで済みます。ここは太いのだけ残してる感じですか、うん、ここの太いのだけ残してます、うん、ちょっと大雑把に取ってる、はい、杉っぱありますよここに、うん、杉っぱある ね、 ねここ出てるのこれ、こう元の方やってる、うん、また生きるんだわ。ざっと一応だ、恥ずかしい、はい、折れました、はい、でこういうあの分かれ目にあるところの細かい葉っぱそれ取ってきましたからね、はい、で余分な枝も抜いてここまでになりました。次はね今度もう一回幹を洗って芋肌もっと出してで幹筋が見えるようにしてそれからシャリつけていく、なるほど、皮を剥いていく、うんうん、シャリつくね、削るのは今回はやんない方がいい、次の段階になっちゃうかな、やってもいいけどね、うん、まあ成り行きで粗木を、うん、最初にやることは幹の掃除と恥ずかしい、そう幹の掃除、ここ骨組みが見えないとね、うん、正面も決まらないしどういうふうに作っていこうかっていう構想も湧いてこないと思います。なるほど、こう骨組みも湧いてきたら 見えてきたからね、そうですね、流れはもうこっちでできてきた、うん、こういう枝も見えてきたんで余分な枝はどう抜いていくかですよね、こういうところね、そうですね、何本必要かと、あとこれも長いかなっていう感じします、うん、多分そのうちこれ腐っちゃうんじゃないかなと思うくらい、うん、汚れ塗っと、うん、ちょっと弱いしからね、この枝どうするとかね、うん、これもこれはあった方がいいと思う、うん、難しいですね、うん、頭どこにするとかね、なんか違和感があっても一箇所あってもいい、そうですね、だってこっちから風が吹いてるのにここが枯れてるのが違和感ありますもんね、うん、まずね、これも嫌だから、だからそういう枠にとらわれない作りになるのかなというワクワクはあります。これね前よく言われたのがね、うん、バカを作れって言ったでしょ、バカバカっておかしいところ、はい、こう切れて全部ねもうガチガチ錯覚へ重ねていくんじゃなくてね、はい、おかしいなって作っとくやつ、なるほど、必ず言われてましたよ、うん、バカを作る、だからこういうのも、うん、それになるかもかね、バカになるかも、うん、まあ、これもそうですよね、なんかおかしいなとかね、そういうのはあった方がいいと思うんですよ、うん、引き立て役ですよ、引き立て役、うん、はい、ただ主役ばっかりじゃね、引き立て役がなくちゃ主役引き立たないんでね、うん、そうですね、それで作っといた方がいいと思います、うん、私にぴったりの木かもしれない、今回はねこれで、枝を抜いてあと一回幹もう一回掃除して、はい、今回はもうこれで終わりです。終わり。次はシャリ付けいきます。シャリ付け。はい。シャリ付けの後に針金かけとかなの、うん、そう。じゃあちょっと何回かに分けて、うん、で植え替えで一段落って感じですね。うん、
で削るのはしない方がいいと思うまだ。削る？削り込むのは皮剥くだけで。皮剥くだけでね。で1年くらい置けば固まってくるから。なるほど。で長期のちょっとプランになるかもしれない。だからこれ枝がもっと減るかもわかんないこれ。そうですね。まだちょっと怪しいところあるんですよね。こんな感じです。はい。はい。この木の行く末を皆さんと一緒に見ていきましょう。もしかしたらね、こうあったものがなくなっちゃうかもしれないもんね。かもかも。これもいいですけどね、この、うん、これがなくなるとこれがちょっと目立ちすぎちゃうから、まあ難しいですね。あなたならどう作るか。はい。はい、ゆっくり作っていきましょう。ゆっくり作っていきましょう。はい。以上です。以上です。はい、以上待ちをしてしまう。はい。ありがとうございます。はい。